はい、おはようございます。9月18日月曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言は継続が非凡を生むということで、解説文を読んでいきたいと思います。あまり立派でない会社には賢い人は誰も寄りつかないし、余震場入ってくれてもすぐに辞めてしまい、愚かなものだけが残る。ところが40年経ってみると、当時愚鈍そうに見えた人が非凡な人に変わっている。継続が平凡な人を非凡に変えたのである。一つのことを飽きもしないで生涯を通じて努力をしてきた人、そういう人が結局は名人、達人と言われるようになるということなんですけども、これはもうまさにその通りでございますということなんですけども、これ僕もまあ何回か、このチャンネルで話してますけど、まあ、その継続の目安期間は個人的には8年ぐらいと今、捉えてるんですけども、ちょっと AI が出てきたことによって、この期間がよりちょっともうちょい短くなるかもしれないなとは最近ちょっと感じてるんですけども、まあ、一つの、結果を出すためには8年は、ちょっとかかるなっていう、これはまあ、周りの友人たちで結構何人も上場してる経営者がいて、まあ、友達なんで、まあ、いろんな話聞けるんですけど、まあ、結構一つの目安として、まあ、独立起業して、まあ、8年から10年ぐらいで公開した友人が結構何十人もいたので、まあ、一つのことをやってある程度形にするのは、まあ、そのぐらい最低でもやっぱ必要じゃないかなということで、個人的にはその継続してある程度の結果を出すには8年を目安にしてるんで、まあ、そういうふうに決めてからはすぐに結果を求めなくなったというか、すぐに結果を求めたなくなったし、すぐお金になるからといって自分が嫌いなものであったりとかっていうのにはまあ手を出さないようになったので、これは個人的にはすごいいいことかなと思うんで、まあ、どういう結果につながるかまだ分かりませんけども、一つ楽しみだなっていうのと、あとまあ、やり続けることによって、例えばその A っていうものをやり続けてたとして、まあその収入みたいなとこの結果がまあ分かりやすいと思うんで、結果ないけども、実はそれを継続していくことによって派生して何かを学ぶことってすっごい多いと感じてるんですけども、だそこからまあ一つのことをやったことによって派生して、違うことにつながっていくっていうのが個人的にはすごい大きいんじゃないかなって今ちょっと感じてるんで、まあ、ベースの継続することは変えずになんですけども、そこから派生してくるものがまたいい結果につながっていくっていうサイクルにまあ、なりつつあるんで、そういう考え方をすると、なんか少しやったから、まあ、結果が出ないからやめる、みたいなことは結構起こってこなくなるんじゃないかなと、この2点を気をつけてれば。うん。で、やっぱりまあ、継続するとアンテナも研ぎ澄まされてくるんで、なんつうんでしょうね。なんか、こういうことの方が、ちょっと、変化をつけてみた方が、うまくいくんじゃないかなとか、あとまあ情報も当然ね、そこにアンテナ張ってるんでどんどん入ってくるようになってくるんで、まあそういう意味ではなんかやっぱりまあ一つのことを継続する、ということは想像以上に成功の要因になってるんじゃないかなというように思った次第でございます。ということで今週も頑張っていきましょう。